デートっていうか、ちょっとお出かけしようかなと。夫との馴れ初めをちょっと話しようかなと思います。二十歳の時に出会っているんですけど、こんにちは、なおです。今日は特別な日の前日のスキンケアをご紹介していこうと思います。実は明日夫とデートっていうか、ちょっとお出かけしようかなと思っているので、メイクのりだったり、あとはお肌の調子を上げたいなということで、超スペシャルスキンケアを今日はしていこうと思います。その過程で夫との馴れ初めだったりもちょっとお話できたらなと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。今日は日焼け止めしか塗っていなくて、メイクをしていない状態なので、ちょっとすっぴんの状態からスタートしていきます。では早速始めていきます。最近ちょっと毛穴が目立つっていうか、暑くなってきてこんな感じでテカリっていうか皮脂とかもすごい気になっているので、そちらもちょっと改善できたらなという感じです。そんなね、ブラックヘッドとかではないんですけど、こうちょっと光に当たるとポツポツポツと毛穴が目立っている状態です。では最初にスチーマーを浴びていこうと思います。こちらはね、前の購入品でもご紹介したスチーマーなんですけど、本当に大事な日の前日だったり大事な日の朝には絶対浴びるようにしています。はい、こんな感じでスチーマーを5分から10分ぐらい浴びました。ということで早速洗顔とパックから入っていきます。今日はじゃん、こちらのフリーグリーントマトクレイパッククレンザーを使っていこうと思います。こちらはクレンザーとパックが一体化したものなんですけど、今までね、こういうのあんまり使ったことなくて、今回初めて使ってみたんですけど、今日で5日目ぐらいかな、毎日洗顔として使っていて、で2、3日に1回パックとして使っていました。では今日は特別な日の前日なので、パックとして使っていこうと思います。結構ね、こんな感じで手に出してみると、こんな感じで結構ドロッとした泥のようなクレイパックになっております。たくさん出して惜しみなくパックに、こんな感じで、ちょっと大量につけるともったいないかなっていうケチ精神が出てしまうんですけど、明日は大事な日なので惜しみなくたっぷりつけていきます。こんな感じでこうやってチューブで出てくるので、本当に無駄に汚れることなく出せるので、すごい便利だなと思います。香りはなんか優しい泥パック、なんか特にすごいめっちゃいい匂いってわけではないんですけど、なんか自然本来のちょっとナチュラルな感じの香りがします。トマトってなってるんですけど、トマトの匂いはしません。なのでトマトが苦手な方でも不快感なく使ってもらえるんじゃないかなと思います。鼻の下もなるべくね、目の周りは避けてしっかり塗っていきます。シュレックみたいになったんですけど、こんな感じで塗れました。結構ね、これね、惜しみなくたくさん毎日使っているんですけど、見た感じ全然減らないので、それもなんか嬉しいなと思います。で、このグリーントマトにはトマチジンっていう成分が入っているんですけど、トマチジンは筋肉疲労を起こすタンパク質を抑制してくれる効果があるので、肌の老化だったりを防いでくれて、毛穴周辺のなんかコラーゲンの、ね、生成を助けてくれて、私みたいなね、ちょっと毛穴悩みのある方にもリフティング効果のある成分となっております。こんな感じでパックは3分から5分ぐらい置いていくんですけど、これはパックとしての使用は2、3日に1回ぐらいがいいとされているんですけど、これは普通の洗顔にもなるので、泡立てネットとかで泡立ててデイリーの洗顔としてだったら毎日使えるものになります。で、今日はパックとして使っているので3分から5分置いていくんですけど、ちょっとね、その待ってる間にたくさん質問いただいてた夫との馴れ初めをちょっとお話しようかなと思います。
出会ったのはもう今年で付き合って5年目になるので、もう結構ねあっという間に日が経っているんですけどてかこの顔で話してるのなんか後から見返したら大丈夫かなって思いそうなんですけど、まあちょっと時間つぶしでお話しさせてください。で、夫は私より年下なので、夫が当時20歳の時に出会ってるんですけど、本当になんか20歳とは考えられないぐらいのなんか大人っぽい感じだったり紳士的だったり、なんかまあ年齢を知ってたからなんかその20歳なのっていう目線で見れてたけど、年齢を知らなかったら全然20歳って思えないぐらいの行動力だったり対応の仕方だったかなっていう印象がすごいあります。で、そこからなんか何回かご飯行ったりっていうのを重ねてお付き合いすることになったっていうのが馴れ初めなんですけど、最初の頃ねちょっと遠距離みたいな感じだった時とかも、なんか私が仕事とかで悩んでたりちょっとなんだろうメンタルがやられてた時期とかもなんか相談したら、めちゃめちゃ遠距離とかではなかったんですけど、ちょっと遠距離だった時にもう車で飛んできてくれて慰めてっていうか近くにいて安心させてくれたりっていうのとか、恋愛って年齢じゃないって言うけどやっぱりなんか年下ってなると年下かみたいな、まあ当時の自分も若かったからなんか年下っていうのにちょっと引っかかるっていうか思う時もあったんですけど、それを全然感じさせないぐらいの人だ、まあ今もそうなんですけど人なので、まあ付き合って結婚したっていう感じかなと思います。これが馴れ初めになってるかわかんないですけど、付き合ったきっかけっていうのは、まあ、年齢を感じさせない大人っぽさ優しさとかだったかなと今思えばそう思うかなっていう感じです。本当にね馴れ初めをめちゃめちゃ聞いてくれる方がたくさんいてありがとうございます。これを機にお答えできてよかったなと思います。こんなシュレック顔ですけど、インスタとかの DM とかでもなんか恋愛のお悩みを送ってくださる方とかも結構いたりして、私は本当にそれまで恋愛経験とかほとんどなくて、むしろね相談したい側とかだし、もう知識とか経験も本当になかったけど、やっぱりなんかそういうの関係なくいいなって思える人だったり運命だなって思える人に出会えたら、こうやって長く付き合って結婚もできるし、お互いがねいつまでも好きでいられるんじゃないかなと思いましたで、明日はね特に記念日とかではないんですけど、ちょっとお出かけをしようかなと思っているので、普段ねやっぱり一緒に住んでるとだらけた姿を見せがち、やっぱ付き合った当初では考えられないような格好とか、まあ、顔もだしっていうのをね、やっぱりまあ一緒に住んでたら見られちゃうっていうのが普通なってくるかなって思うんですけど、そういうデートだったりお出かけとか大事な日とかはやっぱり初心を忘れず綺麗な自分とか可愛い自分でいれたらなということで、まあ、メイクもそうですけど、その前のスキンケアとかも怠らず、なんならもういつもより倍以上の時間をかけて仕込んでいます。なので今日はこのパックを使ってみております。これも5日間ぐらい使っているんですけど、敏感肌のね私でも肌が荒れるとかそういうことは全くなかったので、安心して使えるんじゃないかなと思います。というわけで、そんなこんなでもう3分から5分ぐらい経ったので、これをちょっと水を含ませてちょっとなじませながら落としていこうと思います。まあ、見てわかる通りちょっとねスクラブが入っているので毛穴洗浄していきます。馴染ませていきます。ちょっと乾燥して最初このパックがパリッとしていたんですけど、水で馴染ませると簡単に柔らかくなってきました。こんな感じで優しくちょっとねぐる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 したらしっかり流していきます。はい、洗い流せました。顔を拭くときはこういう洗顔タオルで拭いていきます。ここにねケバケバがつくとあんまり良くないので、こういうお
肌に優しいもので水滴を拭き取ります。はい、こんな感じで顔を拭き終えたら、じゃん、こちらのグリーントマトトナーを使っていきます。なんかね、入れ物もちょっと香水みたいなケースで可愛いです。これをコットンに出していきます。なじませていきます。軽くコットンパックしていきます。本当になんかメイクが崩れにくくなるコツは、やっぱりこうやってメイクをする前にしっかり水分を顔に入れてあげることが本当に大切だと思うので、こんな感じで化粧水は丁寧につけていきます。本当にさっぱりしていてすごい使いやすい化粧水なんですけど、香りもね、優しい香りですごい強くないので、それも安心して使えるポイントなんじゃないかなと思います。しっかり首にもなじませていきます。はい、こんな感じでしっかり水分をお肌に行き届けていきました。続いてはじゃん、こちらのグリーントマトセラムを塗っていきます。私は普段どの美容液もあんまり手に出して塗らずに、直接顔にこうやって置いてなじませちゃう。これもパックと化粧水と同じ香りがして、全然ベタつきがないので、私みたいな皮脂で気になる方だったり毛穴とかこういうトラブルがある方にもおすすめできる美容液になっております。今はお家に夫はいないんですけど、本当に私が前日にケアの努力をしているなんて知らずに、明日変化に気づいてくれたら嬉しいんですけど、私の夫は全然そういうのあんま気づくタイプじゃなくて、髪とかも、ま、結構ちゃんと切ったら気づくんですけど、染めたぐらいじゃ全然気づかないし、ま、メイクとかもね変えてもそんな気づかれないんですけど、でもなんかそれを気づいてよみたいな感じでちょっとふざけて言った時に、なんかこれからは意識しようって思ってくれたのかわかんないんですけど、2人で共有しているカレンダーが、あの iPhone でね、アプリであるんですけど、私はちゃんと美容院とか、あとまつげパーマーとか、そういう詳細結構細かく予定に入れているんですけど、それをしっかり見て今日は美容院だなみたいな感じで察してくれるようになりました。なので私を見て気づくっていうよりは、カレンダーを見て察してくれてるって感じなんですけど、まあ、そういう努力をしてくれているっていうだけで、まあ、ありがたく思うかなという感じです。はい、こんな感じで美容液を塗り終えました。一つ一つのケアが、例えばね、めっちゃビシャビシャの状態で次のケアをしてしまうと、ちょっとモロモロしたり浮いてしまう感じがするので、しっかりこうちょっとペタッとやって水滴がつかないぐらいまでは乾かしてから次の工程に入るのがおすすめです。で、続いてはじゃん、こちらのグリーントマトクリームで蓋をしていきます。じゃん、こんな感じでスパチュラがついております。あー、落としちゃった。このまま塗っていきます。これもさっきのと全部同じ香りです。夜なのでこんな感じでちょっと多いんじゃないかっていうぐらいたっぷりつけていきます。朝とかに使う場合はちょっとつけすぎると次の下地とか日焼け止めに影響しちゃうんですけど、本当にたっぷりたっぷり、もうめちゃめちゃベタベタになるぐらい私は夜はねつけて寝るのが好きです。じゃん、こんな感じでなじませることができました。どうですか、お肌がやっぱり最初に比べたらめちゃめちゃツヤツヤになったんじゃないかなと思います。ちょっと近くで見てみると、最初パックする前と比べたらだいぶ毛穴も引き締まった感じがするんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで大切な日の前日の夜のスキンケアを撮ってみました。いかがでしたでしょうか。もう肌もねめちゃめちゃツルツルもちもちになったので、明日に備えて今日は早めに寝たいと思います。今日ご紹介したフリーのね、この
グリーントマトシリーズは9点でも購入できるので、ぜひ気になった方はチェックしてもらえたら嬉しいです。まあ、とにかく本当に大事な日の前日はパックをすることが私は一番、まあ、普段とは違うスキンケアで差をつけられるんじゃないかなと思うので、ぜひ取り入れてみてくれたら嬉しいです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。